沢田研二と志村健、若い頃の衝撃エピソードがヤバすぎる。2021年に公開された沢田研二さん主演の映画キネマの神様。実は同作はもともと志村健さんが主演を務める予定でした。今回は沢田研二さんと志村健さんのエピソードについて紹介します。2人の関係。沢田研二さんは1948年生まれ、志村健さんは1950年生まれです。沢田研二さんは1967年に渡辺プロダクションからザ・タイガースのメンバーとして歌手デビュー。ザ・タイガース解散後の1971年にはソロデビューを果たし、歌手以外にも役者やタレントとして活躍。まさしく国民的アイドルとして多くのファンに愛されました。一方の志村健さんは1968年にいかりや長介さんの家に直接押しかけ、ザ・ドリフターズの弟子に。1972年に渡辺プロダクションから芸能界デビューを果たし、1974年には正式にドリフのメンバーに昇格しました。つまり沢田研二さんと志村健さんは同じ事務所の先輩後輩という関係なんですね。長年にわたって愛されたドリフの冠番組8時だよ全員集合、コントが中心の番組で数々の名物コントを世に送り出してきましたが、ある時沢田研二さんが歌手として出演すると、その後なんとコントにも出演するように。当時の志村健さんと沢田研二さんの風貌が似ていたことから、2人で向かい合って鏡に映る姿を面白おかしく演じる鏡コントを行いました。また志村健さんがスター役、沢田研二さんがそのダメな付き人役を演じた付き人コントなどもあり、これらのコントが非常に好評だったのですね。さらに2人は2001年から2003年まで文化放送で沢田研二、志村健のジュリ研というラジオ番組を行っていました。2003年の久世輝彦さん演出の舞台でも共演。2人はまさに仕事上の名パートナーだったのですね。昔の衝撃エピソード。2人の付き合いは志村健さんが駆け出しだった頃から50年ほどにわたって続いていました。歌手以外の活動を行っていたといっても、さすがにコントは畑違い感もあった沢田研二さんですが、そんな彼が志村健さんの作るコントに出演していた理由は、ひとえに志村健さんの笑いの才能を沢田研二さんが尊敬していたから。当時の沢田研二さんは台本チェックが厳しく、リハーサルも細かいことで有名だったそうですが、それでも志村健さんのことは信頼しきっており、リハーサルもなし、本番はアドリブたくさんという状態でコントが行われていたようですよ。事務所の後輩に対するリスペクトゆえに、沢田研二さんはコントにも取り組んでいたのです。沢田研二さんのコントへの取り組み方も、アイドルという立場ゆえにどこか社に構えた感じというものではなく、志村健さんから振られる無茶ぶりにも見事に対応して見せていました。コントでの活躍が沢田研二さんの人気をさらに押し上げたという側面もあり、志村健さんも沢田研二さんのコントスキルを称えていましたよ。8時だよ全員集合での共演を重ね、仲良くなった2人。同番組の現場でも沢田研二さんの唯一の話し相手が志村健さんだったようです。沢田研二さんの志村健さんに対する心酔っぷりは凄まじく、沢田研二さんのラブコールで2人の共演番組が制作されたり、その番組の打ち上げが沢田研二さんが打ち上げであんなに飲んだことは初めてと語るほど盛り上がったりしたそうです。さらにラジオジュリ研では志村健さんの話術に乗せられて、普段は決して口に出さないような話を沢田研二さんが行い、ファンが大層驚いたなんてエピソードもありましたよ。志村健さんと幼馴染役を演じた舞台では、舞台に臨む際に自分の大好きな人とやると語っていた沢田研二さん、その舞台も初日と2日目で同じ台本とは思えないほどにアドリブの応酬が凄まじかったそうです。2人の間に確かな信頼があるからこそなせる技ですね。志村健さんにとって初の主演映画となるはずだったキネマの神様、しかし志村健さんが2020年3月29日に亡くなってしまい、5月16日に沢田研二さんが代役を務めることが発表されました。志村さんのお気持ちを抱きしめ、やり遂げる覚悟ですと語った沢田研二さん、これまでの積み重ねがあったからこそ志村健さんの代役は沢田研二さんしかいないという声が多く上がっていましたよ。昔の2人の写真、ここからは沢田研二さんと志村健さんの若い頃の画像を紹介します。こちらはコントで共演する2人ですね。
大人気だった鏡コントでの2人です。確かに当時の志村けんさんは沢田研二さんと似ているところもあったようです。沢田研二さんは68回8時だよ全員集合に出演、同番組のゲスト出演回数ランキングで歴代3位の数字でした。こちらは2人の共演した舞台の DVD ジャケットです。並んで決めると絵になる2人ですよね。まとめ、今回は沢田研二さんと志村けんさんのエピソードについて紹介しました。互いに認め合う存在だった沢田研二さんと志村けんさん。志村けんさんも自身の代役が沢田研二さんであればきっと安心して任せることができたでしょう。